日向坂46の小坂尚が9月15日放送の大河ドラマ「光る君へ NHK 総合」第35回に初登場する写真「どうする家康」で高い演技力を見せた久保史織小坂が演じるのは「歳院の中将」公式サイトの人物紹介にはゲンタめりの娘62代村上天皇の大0姫御子である千士内親王信子内親王に仕える 藤原の信則の恋人とあり、真宙・吉高百合子の弟・信則・高杉真宙の恋仲にある人物であることがわかる。第34回で信則は真宙に神のいがき伊垣を超えるかも、俺と宣言しており、そのいがきというのがサインイコール姫美子の居所ということになる。 小坂の出演は第34回の予告にてサプライズの形で発表され、たちまち話題に、小坂は日向坂46でセンターを務める、グループ切手のエースメンバー、俳優としては、恐怖人形、2019年、で映画初出演にして初主演後、日の丸ソウル、舞台裏の英雄たち、2021年に出演、2021年の活動休止後は、グループでの活動に重きを置き、 俳優業はほぼ休止状態であったが、こうして再び小坂の役者としての経歴に大河ドラマという大きな功績が記されようとしている。小坂の映像作品への出演は10月25日公開の映画、全部オブ東京も控えており、 日向坂46の4期生全員に混じって一人出演していることもグループのエースであることを物語っている筆者はすでに死者にて全部オブ東京を見ているが小坂が演じる有川凛は憧れのアイドルを体現しながら小坂自身のアイドル性を投影した役柄といった印象高嶺の花という意味では光る君へでのサインの中条とも通ずる部分があるとも言えるだろう同じ坂道グループでは 乃木坂46の久保しおりが2023年の NHK 大河ドラマ「どうする家康」に出演徳川家と織田家の間で揺れる五徳を講演し父信長を演じた岡田純一と今年6月に放映されたマクドナルドの CM で共演したことも話題となった久保は10月7日より放送の夜ドラマ「未来の私に物価まされる」NHK 総合にて 再び NHK ドラマにカムバック。2025年公開の映画、誰よりも強く抱きしめてで主演の一人を演じることもアナウンスされている。現在はグループを卒業しているが、山下瑞月は乃木坂46に在籍しながら朝ドラ、舞い上がれ、NHK 総合を完走し、そこから役者として大きく飛躍。今もドラマ、振りつもれ孤独な死を読売テレビ、日本テレビ系、 11月22日公開の映画「6人の嘘つきな大学生」と出演作品は途切れることがない山下の朝ドラのバトンを受け継ぎ遠藤さくら